すいませんね、ごめんなさい、こちらで開いてるんです、今飲んでて、パシミアさんです、すいません、大会に甘い。あの、考えて、逆の、立場が逆です、私が謝らなきゃいけないんですよ。お客さんの謝るのはどういうことですかね。よく考えてみてください、これね、出すことは失礼じゃないんです。出さない方が失礼なんですから、謝らないことでございます。さあ、まあ、今日はね、時間が大変で、ベラベラ喋れないのが寂しいんですけど、去年10月に出したんですよ。これもね、昨日までは新曲として、まあ、半年ぐらいから撮りましたね。とってもいい曲です。その時、携帯とか電話が鳴っちゃって、私の師匠、荒木豊久先生が自分のことを書いてある。京都に彼女がおりました。彼女がいるのに、新野美香さんから電話が来た。出るに出れない荒木先生、最終的に作詞がすごいです。一言で最後にまで言ってます。誰か助けてよ。誰なんですか。で、先生に聞いたんです。書いてて、その時電話が鳴っちゃって、これ、その時ってどの時ですかって聞きましたら、先生が言うには、あの時だって言うんですね。よくこれの意味がわかります。さあ、それでは、サビのところ、一緒に歌ってください。その時電話が鳴っちゃって。愛だとか恋だとかただの男と女抱き合えば背中に電気がすぐ切り抜け何度でも繰り返すベッドの波にもまで真夜中の底まで落ちてゆくけれど彼女何かが違う真面目に惚れた嘘じゃなくてその時で離れたってその時で離れちゃってその時間を揺れちゃって留守電してたら外せるのに愛だとか恋だとかただのスポーツだよと割り切れたそれでも悪くはないはず美しいバラでさえいつか飽きてくるから別れ方心に隠していたけど彼女は全てが違う命捨てていくらその時でまだなっちゃってその時まだ燃えちゃって電源が消えた知ったとしてても引きずりに誰か助けてよ素晴らしいステージありがとうございました。